はい、皆さんこんにちは。6月のですね、主な行事予定の方を説明していきたいと思います。ですね、いきなりちょっとこちらに書いてないんですけど、6月1日衣替えがねありますので、皆さん夏服の方に制服の方が変わります。帽子とかもね変わります。麦わら帽子のに変わりますので、お間違いのないようにしてください。で、6月1日ですね、おじいさんおばあさんの集いがあります。まあ敬老の日というようなことになるんですけど、もともとね敬老の日にやってたんですけどもですね、これは暑いんですよね。9月ですからね。で、おじいさんおばあさん、こう、参ってしまう人が多くてですね、こちらの方に、6月の方に移動してき、ました。まだね、いくらか暑いとはいえ、8月、9月よりはマシかなというところで、6月の方に持ってきてあります。お申し込みいただいた方、お待ちしております。よろしくお願いします。子供たちと遊んでいってください。から7日の日の木曜日がおにぎりお弁当の日、12時半公演になります。今年度になってから2回目のおにぎりお弁当という日の日ですね。前回さすがに5月一番最初だったのでね、バスとか何名かの方ですね、出てなくてあれーなんていう方いらっしゃいましたので、6月もう2回目ですからねこちらの方よろしくお願いします。お間違いのないように12時半公演になってます。それから予定ではですね、11日ですね、の月曜日の日にプール開きを行う予定でいます。大体おにぎりお弁当の日に、午後からですね、プールを組み立てて、11日にプール開きというようなことになります。まあ、梅雨になっちゃう時期なんですけどもね、7月の1学期いっぱいということなので、正規の時間帯にやるのはね、一日でも早くプール開きを行いたいと思います。クラスによって、予定表ができています。後でお手紙とかがで確認をしてください。あといろいろタイムを測っていただいたりね、健康状態チェックするところもありますので、これちょっと本当健康状態の方は厳しくやってきます。厳しくしたらおかしいんですけどね、万が一何かがあったら大変になっちゃいますので、この辺ご協力お願いします。から16日の土曜日ですね、こちらは父の日の保育参加になってます。お父さんたちお待ちしております。はい、保育参加がね6月は2回あるんですよね。2日間あります。で、土曜日に子どもたち出てきますので、18日の月曜日は代休という形になります。2号認定のお子さんは大丈夫です。預かり保育いたします。がそれ以外のお子様はお休みという形になりますので、よろしくお願いします。だから6月のですね、割と大きな行事になりますね。はい、22、23の2日間で年長さん、お泊まり保育の方に行ってきます。健康状態とかもね、もちろんあれですし、向こうに事故がないように職員の方で、びっしりついてね、やっていきたいと思いますが、もうとにかくやっぱり楽しんでね来てもらいたいと思いますので、そういう企画も担当からいっぱい上がってきてますので、楽しいお泊まり保育になることを祈ってます。で、お天気がね晴れと雨とでは随分違っちゃう行事になるんですけど、雨なら雨で、雨を楽しもうっていうのが友部幼稚園のコンセプトですので、雨なら雨ならではのイベントがありますので楽しみにしてください。で、年少さん、年中さん、あと書いてないんですが、つぼみ組さんの方は、基本的には休園という形になります。が、2号認定のお子様、それからジョージペンギンで契約してるお子様の方は、預かり保育ができます。それ以外の方は休園です。はい、すいません、お願いします。職員がね、総出で行っちゃう、ほとんど行っちゃうんですよ。で、こちらに残ってるものが非常に少なくなりますので、ちょっと預かり保育あんまり増えちゃうと大変なので、こちらの方で書き出せていただきました。残ってる方でもね、事故が起こったら大変になっちゃいますのでね、ご協力お願いします。それから25日と28日、この2日間で内科検診の方を行います。こちらも学年別、クラス別の方で、スケジュールが組んでありますので、こちらの方ちょっとご覧になってみてください。はい、6月ですね、もう梅雨が入ってきますかね。1学期そろそろ静まってくるというようなところですが、こういうような行事がたくさんあります。また皆様のご協力よろしくお願いします。というところで、一つね皆さん紹介したいんですが、映ってますよね、わかりますよね。
彼女と彼とですね、保護者の皆さんにはお伝えしました友部幼稚園の公認キャラクターです。フクロウのフーちゃんとそれからライオンのラーちゃんと2人になってます。幼稚園にね至る所でこれからどん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 登場してくると思いますので、こちらの方をですね楽しみにしてください。ふーちゃんはですね女の子です。ですごくこう優しい気持ちでですね大きな翼で子供たちを守ってくれますが、なんとフクロウっていうのは本当猛禽類なんですね。ですから何かあったらは子供たちのためにその鋭いこのくちばしでですね、子供たちを守ってくれるふーちゃんです。ラーちゃんの方はですねライオンです。ですから子供たちの敵を力強くやっつけてくれます。もうパワーで、子供たちを守ってくれますが、なんといってもライオンですから心の中は優しいライオンハートを持ってるというような設定にしてあります。ふーちゃんとラーちゃんですね、これからいろんなところで登場していきます。楽しみにしてください。はい、ふーちゃんラーちゃんのご紹介と6月の行事予定でした。はい、どうもありがとうございました。最後までご覧いただきました。